演武開演ドン。本日はこちら高舟さんのケーキを食べたいと思います。まずはこちらのモンブランから。なんかここ数日モンブランが食べたくて仕方なくてですね。おお、ペーストが2色です。2色ではいただきます。他の味も食べてみたくなりますね。一度に2食ってなかなかないですよね。2食のピーペーストはどちらも濃厚で、栗の風味を最初から最後まで感じることができました。上に乗ってカットされた栗も美味しくて、このままです。続きましてはこちら、宇治抹茶のショートケーキ。こちらも栗が乗ってますね。を食べたいと思います。ではいただきます。これだけほろ苦い抹茶もなかなかないです。抹茶が濃厚でほろ苦くて、そこで大人の風味があってとっても美味しかった。なのでこれも出るのでいただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしても嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。